2020年5月21日ですね。しばらく天気がいいみたいで、今のうちに簡易ハウスのブドウを終わらせたいとみんな頑張ってくれています。僕はこの直売所の3階と1階にテラスがあるんですけど、テラスのシャインマスカットが花が咲いてきたので、一人でここを作業しています。前回の動画で一眼レフで撮影してシャインマスカットの花切りをアップさせていただいたんですけど、あれちょっとやっぱり2人撮影するカメラマンと撮影される方と2人で3時間以上かかったんで、計6時間ぐらい、まあ、仕事的にはロスしているので、あんまりああいう一眼レフの いい動画はアップできないんですけど、まあ平日は日頃はこう GoPro をつけて撮影したいと思います。で、まあ、今日最初にどんな農具をアイテムを使ってるかですね。まあいろいろと持ちながら仕事してるんですけど、やっぱ一人で仕事するのにアイテムがいい方がテンション上がるので、まあ、今使ってる、そうですね、こちらがまあ前の動画でもやりましたけど、オークリーのレダーロックというフレームにレンズが、プリズムゴルフというレンズを使ってます。これはすごく使っていただければ分かるんですけど、明るいレンズで夕方遅くまで使いますし、緑がすごく映えるんですね、ゴルフの芝を読むレンズで。で、トラクター運転してても、まあここなんですかね、乾いてるところとか乾いてないところとか、まあ、実際の光に反射してない色がよく見えるので、ぜひこれおすすめです。オークリーは、まあ、紫外線100%カットしますし、まあ、いろいろと危険衝撃にも強いので、まあ、見ていただいたら、サイト見ていただいたら分かるんですけど、安全的にもいいレンズですので、ぜひ。とはみんなに今今日2班に分かれて、僕以外に2グループに分かれて仕事してるんですけど、みんなに連絡さっとできる、意見意識共有できるようにトランシーバー使ってます。これでも果樹園全体と、あと田んぼの方にも行くんで、直売所の天井にアンテナ中継機をつけて、まあ、全円カバーできるようにして、トランシーバーは昔使ってなかったんですけど、10年ぐらい前から導入してすごく仕事が回るようになりました。あとは、これ、時計はアップルウォッチなんですけど、ベルトがレザーマンの、というナイフメーカーですね。マルチツールメーカーのアメリカのベルトなんですけど、工具になってまして、まあ、ちょっとドライバーとか、ちょっとしたカッターとかついてるんで、まあこれも テンション上がるグッズです。アメリカ研修の時によくレザーマンのマルチツール使ってたんで、ナイフですね。まあ、レザーマン保証も長いので好きです。まあ、日本ではレザーマンジャパンが岐阜県にあるので、またサイト見ていただいたら面白いと思います。はい。あとは、ぶどう用の。まあ、僕はこの近政のピンセット付きのハサミを
使って花切りと手切りもしていきます。あとはまあ太い枝切るように、まあこれ花を切るハサミなんですけど、これも2丁刺しています。はい、これは腰にぶら下げて、そして今適流じゃないよ、花切り、枝管理と花切りしてるので、クリップと誘引の針金を持ってやってます。石原果樹園は誘引はバンドで留めずにこの針金でやってますね。昔でバンドしてたんですけど、ちょっとうちに向いてないので針金と、このクリップ、ジベリンの目のジベリンの用のクリップなんですけど、これちょっと青色なんであんまり見にくいので、できればオレンジとかピンクとか蛍光色がおすすめです。もうこれあんまり考えずに買っちゃったんで使ってるんですけど、あとは仕事しながら、周りの音も分かった方がいいんで、 Bluetooth のヘッドセットをですね、プラントロニクスのヘッドセットを使ってます。ヘッドセットとかヘッドホンいくらか持ってまして、これ以外にトラクター用は AirPods Pro がさ、ノイズキャンセリングできるので、トラクターの時は AirPods Pro 使ってますし、あとこれがたまになくすので、なくなった時は骨伝導のヘッドセットも使ってます。まあ、今このプラントロニクスのこのヘッドセットは一番こう会話がしやすいので、はい、マイクがしっかりしているので相手方に聞こえやすいので、まあこれを日頃片耳につけて仕事してます。でも一人で仕事、みんなと仕事するときは何もそういう音楽とか聞かないんですけど、一人で仕事するときはスマホでポッドキャストで農家の種を聞いたり、古典ラジオ聞いたりしてますね。あとまあ葉っぱ英会話とか、英語も海外のお客さんも多いので、英会話力を少しでもと思いまして葉っぱ英会話聞いてます。あと朝からちょっと勉強するのを、頭がまだ起きてないんで、そういう時はチューインラジオで海外の音楽、最近の音楽を聞いたりしながら仕事してますね。はい、ちょっとそれでは今ここのテラスのシャインマスカットの枝管理と誘引と花切りとあれこれ一緒にやってますので、ちょっとここのテラスはブドウが、まあそんな贈答用のいいブドウは作れないので、そこまで粒が大きくならないんで、ちょっと長めの花切りですけど、贈答用のハウス本来のものよりはちょっと長めに花切りしてます。あと最近炭酸水が好きなんで、一番おいしいのはサントリーのスパークリングのオレンジの炭酸水が一番おいしいんで、これをよく飲みながら仕事してます。この昇降機、高所作業車ですね、
これまあ2人でも乗れる、2人でも3人でも乗れるんですけど、あんまりみんなで乗っちゃうと片方揺れると片方が揺れるみたいな感じなので、1人で今やってます。先にまあ誘引して、枝を通して誘引して、花切りですね。シャインマスカットはそんな枝が折れにくいんで、ね、割と安心して誘引できるんですけど、シャインマスカットの前にベニタマキっていうブドウを誘引してたんですけど、めちゃくちゃポキポキ折れるんです。もうベニターマキやめたろうかなと思ってするときとか枝管理するときに、まあ、大切なことはもちろん折れないようにすることなので、で、まあ、できるだけこうまっすぐ誘引線に向かってまっすぐ90度に枝を引っ張った方が光合成影になりにくいので、まあまっすぐ打たれるようだったらまっすぐしますし、まあ普通にシャインはさ折れにくいんで、まっすぐ持ってきて、まあ先に枝を結んで、でまあ良さそうな房、基本的に先を残すことが僕は多いんですけど、一枝に二房つけちゃうと、一枝に二房つけるよりは枝を多めにつけた方がいいなと思ってますが、あまりそういうこともしたくないので、まあ、誘引して枝管理して、クリップ花切りします。まあ、ちょっとここのテラスの人は種子が長いので、ちょっとあんまり粒が大きくなりにくいんで、ちょっと長めに切ります。例えばここから2本枝が伸びてますけど、できるだけここの結果母子が将来的とか短い方がいいので、体が結果母子が大きくなると体全体が大きくなるので、力がその後に必要なので、結果母子が大きくならないように、枝を落とすときは元の枝をできれば残したいですね。
まあケースバイケースで、まあ、このこっちのこの場合はこの元の枝が誘引しやすいですし、ちゃんと花も持ってるんで、こっちの横に流れてる方を落として、まあ、誘引のしやすさとか花を持ってるかとか、今年を優先するか来年を優先するか考えてやっていきます。枝がまっすぐ誘引線に向かっている方が、まあ、その後の年明けて剪定した後来年もまっすぐ出やすいので、まあ、今年のことを考えずに来年のことを考えた方が基本的にはいいですね。それを積み重ねていく。結果帽子がまっすぐ出ないと年始して年始しないといけないので、そうすると折れやすいんでリスク高まるので、もう花が咲いてきたんでちょっと急遽ここを一人で、できれば他のスタッフみんなさんみんなと近くで仕事した方がいいんですけど、ちょっと花が咲いてきたんで急遽一人でここをやってます。ここのテラスは8年前にテラス屋根が昔透明じゃなかったんですけど、8年前にそのテラスの屋根を新しくして、その時に久しぶりに空が見えたんで、ああなんかこの空をなんかお客さんにも見せたいなと思って、ここにブドウを鳴らしたらいいんじゃないかと思って後から無理やりここにブドウを鳴らしています。まあ、ブドウ会に来れたお客様は割とここでわーっと写真撮られたりするんで、僕たち毎日ブドウ見てるんです。今もちろん慣れてるんですけど、お客様から見るとブドウが木に実ってるっていう状態もかなり珍しいので、ちょっとテラスに透明にすると屋根を葉っぱがこうやって揃うまでもう8年ぐらい今経ってるんですけど、時間かかるんで、ちょっと夏は暑いんでちょっと悩んだんですけど、まあ、テラスにしてよかったな、透明にしてよかったなと思ってます。まあ、うちシャラカジエンはブドウ狩りと全国発送と直売とで、まあ、自分で全部ブドウどこにも持っていかずに売ってるんですが、まあ、今年は例のやつの影響で、まあ、県外からとか海外からのブドウ狩りのお客さん多いのでどうなるかなっていうのはすごく心配しているところではありますが、ちょっとまだそのせいでホームページでブドウ狩りの予約受付もちょっとできてなくて、ちょっと対策用のページを作ってるもんで、ちょっと予約開始に手こずってますね。まあいろいろ準備もしているので例のやつのせいでいろいろと出費もかさみますし、まあ5月下旬になってだいぶ感染者の方も日本では少なくなってきたので、このままいつの間にか終わって、いつの間にかその話題も少なくなって
つの間にかマスクつける人も少なくなっていけばいいなと思ってます。日本が収まっても海外でまだまだなので、確か満開なんでちょっとジビエつけます。喋りながらとちょっと仕事がゆっくりになっちゃうんで、いつも GoPro で撮影するときはあんまり喋らないようにしてます。まあ、今日はちょっと枝管理説明してくださいと前言われたんで、ちょっと喋りながらやってますけど、ここでもテラス席なんで、ちょっと本来の枝管理と少し違うところがあるんですけど、テラスブドウなんで、あまりスピードに乗れないの残念です。まあ、うちはまあ僕以外にもスタッフの方がいてくださって、みんなで仕事してるので、分担して仕事できるんですけど、簡単な仕事と難しい仕事、難しい仕事を僕たちでやって、あんな簡単な仕事をパートさんに任せる感じで待ってるんですけど、本来まあ人数少なく一人とかで農業されている人は、こうやって誘引も花切りもまとめてされる人が多いですね。枝の強さとブドウのいいブドウができるかどうかは比例するので、枝の強い方を残していった方がいいですね。石原果樹園はまあブドウと7月中旬から10月中旬のブドウと、あと年末のアタゴナシとかヤーリーを中心とした
梨ですね。まあ、9月から始まるんですけど、9月10月の梨は栽培面積が少なめで、年末11月12月のお歳暮シーズンの愛宕梨やアーリーと、まあ、ブドウと梨が半々ぐらいで、柿も少しだけあって、あと田んぼが3ヘクタールぐらいあるので、まあなんですかね、週の週の上ぐらいの、果樹で果樹栽培ではまあまあ上の下か中の上ぐらいの広さでしょうか。まあ、果物狩りとかしてるんですけど、食べ放題にはしてなくて、取った分を買い取りしていただいているので、まあいい、まあ、ブドウはなんですかね、一房一房手間がかかるので、食べ放題にしちゃうと間違ってお客さんにブドウの大切さを伝えちゃうなと思って、食べ放題にはしてないんですけど、まあ和歌山は、まあ、ブドウ贈答券なので、うちみたいにブドウ狩りしてる農家さんは少ないので、もし多かったら食べ放題にしないといけなかったりするかもしれないんですけど、まあ、その代わり、まあ、試食を出して丁寧に説明して、まあ、予約制ですし、まあ、試食も多めに出しているので、まあ、皆さん喜んでいただけるように、まあ、栽培だけじゃなくてカスタマーサービスも気にしています。まあ初めて岡山にいらっしゃる方とか、初めて日本にいらっしゃる方とか多いので、それ岡山県を代表する仕事なので、俺たちが頑張れば日本とか岡山のイメージも良くなると思って、岡山県とか日本を代表するつもりで仕事してます。まだまだ岡山県の栽培、素晴らしい栽培の先輩方、皆さんすごいブドウ使えるので、まあ、そういう方々が近くにいてくださるので、僕もあんだけすごいブドウをお客さんに収穫してもらえたらなといつも思ってます。僕はまあ、農家の8代目として生まれて、果物農家では5代目なんですけど、子供の頃はこうやって直売所とかなくて、家から市場に出荷していって、あまりまあ子供ながらに親のビジネス範囲を見て、いろんな人と出会わない、あんまり外に出ない仕事だなと思ってたんですけど、
岡山県立農業大学校に入らせていただいて、子供ながらに、まあ、ブドウ、僕が子供の頃はデラウェアしかブドウを作ってなくて、ほとんど。毎日夜、一箱2円50銭とか4円とかで、デラウェアの箱を折って、150とか200ぐらい、200ぐらい。折って丁寧に仕事をする親の姿を見て、まあデラウェアなんで7月8月が忙しかったんですけど、昔は9月10月はそんなに忙しくなくて、まあ子供ながらに親の仕事を見て、まあ、中学生になったりすると夜に友達とオールナイトニッポンとか聞きながらブドウの箱を折ったりしてたんですけど、出荷時期になると父親と一緒に市場にブドウを運んで行って、帰りはやっちゃいけないんですけど、軽トラの後ろに横になって夜空を眺めながら帰ったりしてて、まあ、でも市場出荷しか見てなかったので、農業ってあんまり人に合わない仕事だなと思って、岡山農大に入った後に久保観光農園さんって、横山で一番大きなマスカットの観光農園があるんですけど、そちらに研修で入らせていただいて、初めてこうお客さんがブドウ園の中で笑顔で ブドウ園の中にいる姿を見て、ああ、なんか農業ってこんだけ人と近くでやっていけるんだっていうのを初めて見たんですよね。ああ、ブドウ狩りとかいいなと。で、学生時代に、農大時代に、まあ、スーパーの青果コーナーでアルバイトをしたんですよね。まあ当時18、9で19ぐらいですかね。で1年間働いたんですけど、自分の商品を並べて大根とか並べたり、ポップを書いたり、まあ、店内表彰もさせてもらったりして、最初はいらっしゃいませとか言うのも恥ずかしかったんですけど、販売するのは割とそこで学びましたね。商品の並べ方とか、お客さんにどうアプローチしていくかっていう、まあ慣れてきたら、社員さんとか、青果コーナーの社員さんとかも僕に、西原くん、スイカがいっぱい入ってきたんだけど、どうやったら売れると思うとかって言って、相談してくださったりして、で、あ、スイカ、もしかして氷に、プール持ってきて、氷に浮かべて、すぐ冷たい状態で売ったら売れるんじゃないですかね、と言って、
社員さんと2人でプール持ってきて、うまく変える氷をガンガン入れて、氷水にスイカを浮かべて打ったりして、そしたらすごく出たんですよね。よっしゃーみたいな感じで、すごく性格、学生時代にそのスーパーで働かせていただいたっていうのはすごく良かったですね。社員さんとかもう皆さんいい方ばかりで、もう1年間だけだったんですけど、もうすごく僕も成長させてもらって、辞める時にはもうすごい皆さん悲しんでくださって、石原くんの写真でも立てとかないからなとか冗談で言ってくださったり、辞めた後もまあ噂ではその時の社員さんが、あれから何十年、20年ぐらい経つけど、アルバイトの中で石原直樹が一番すごかったって言ってくださってるって聞いたんで、そういうのはすごく嬉しいですよね。僕は性格的に人に喜んでもらうのが好きで、自分が喜べる立場で、なのでブドウ栽培とかもう喜んでもらうように、どうやったら美味しいブドウが育てられるかとか、石原果樹園は農協とかに属してないので、そのブランディングも自分でやっていくので、ロゴマークであったり箱であったり看板であったり、いろいろとこうブランディングしていくのも、お金はかかるんですけど、すごい好きですね。農大時代にアメリカ研修、 JEC の国際農業者交流協会のアメリカ研修があるっていうのを聞いて、まだ20歳、農大って各県にあって2年生の短大とか専門学校みたいな感じなんですけど、20歳で就農したくなかったですし、他の企業に勤めるっていうのもあまりそういうイメージもいいイメージができなくて、2年間海外農業研修があるって、アメリカで2年間働いて、あと当時は大学のアメリカの大学の卒業資格ももらえたんですよね。それでその研修の話を先輩が説明しに来てくださったんですけど、それを聞いてる途中に、俺もアメリカに行こうと決めて、これは農大の1年生の時だったんで、親は反対したり驚くと思うんで、2年かけて、説得するというよりは慣れさせて、自分がしばらくいなくなるので、アメリカに行きました。アメリカ、僕たち102人でアメリカに全国から集まって行って、それまでにも試験とか合宿とかあるんですけど、毎日毎朝その合宿がきついっていうのを聞いてたんで、毎朝ランニングして、アルバイトに学校行って、夕方からアルバイト行って、アルバイト終わった後に1時間だけジムに行って鍛えたりしてましたね。で、アメリカで最初に大学に入って、アメリカのビッグベンとコミュニティカレッジっていう大学にみんなで最初1ヶ月勉強するんですけど、勉強した後に、
オレゴンの農場に配属されまして、まあ、そこがまあ野菜とか果汁とかいろいろやってる農場で、ホップがメインだったんですよね。ビールのホップがメインで、あとまあカリフラワー、加工用のカリフラワーとかナッツとか、まあむちゃくちゃ広い農場で、ナッツの園も一番端っこが見えないぐらい暗闇に向かって仕事していくような感じで、でもまあそのために体鍛えたり準備してきてたんで、やっとまあ大学生活も終わって動けるなっていうので、すごく頑張ってましたね。まだその時はもう将来どうなるかなって見えてなかったんですけど、でアメリカはやっぱ自分をちゃんと表現しないといけないんで、まあ、僕がトラクターが壊れないようにカリフラワーの収穫の時にもう地面がデコボコしてるんで、あんまり飛ばすとトラクターの後ろにカリフラワーいっぱい積んでるトラクターが壊れるなと思って、ちょっと控えめに運転してたんですけど、それをメキシカンな僕ボスが、あいつはスピードが遅いとか言ってね、まあ中なんですね、ボスに言うんですよね。僕は僕でまあ壊れないように運転してるんでっていう、その人に注意された時にちゃんと反論すると、まあ、ボスはボスで、だったらまあ空の時は飛ばしてとか、そういうなんすか、ちゃんと僕反論したことについて関して喜んでくれてるのが分かったので、なんかアメリカとかちゃんと自分の意見を表現しないといけないなっていうのをすごく、もともと聞いてはいたんですけど、まあ、実際そこで働くとよく分かるというかで、まあ、仕事で何十分も離れたところにみんなでトラクターで移動したりするんですけど、目の前をなんですかね、ヘリコプターに積んだ車が移動したりですね、まあ、日本ではなかなかない景色を見させてもらったり、まあ、アメリカではもう車さえもちょっと家でさえも車で移動させたりするので、まあ、そういうのを見たり面白かったですね。まあ、広い農場なんで、農場の中でもそのあそこが雨降ってるし、ここが雨降ってないとかっていうのを見渡せるんですよね。すごくなんかなかなか岡山では見れないような、空もアメリカの空とか雲とかも違いますし、なんか地球の裏側でこういう景色が待ってるんだっていうのはすごく刺激的で、まあ、3ヶ月そこの農場で働いて、オレゴンのウッドバーンっていうところでコールマンインダストリーっていうところで働いたんですけど、その後また2ヶ月大学に戻って勉強して、で長期農場実習で15ヶ月ですかね、ワシントン州の、まあ、ワシントン州っていうのはイチローがいたシアトルマリナーズがいる西海岸のところで、まあ、よくワシントン DC と間違われるんですけど、ワシントン州はワシントン州っていう名前よりはシアトルが有名なので、ステイトオブワシントンですね、はい、あとワシントン州のシアトルから4時間、シアトルがまあ割と海の方にある大きな町なんですけど、太平洋の方ですね、そこから4時間車で中に入ったゲバースファームというところに配属されて、まあ、そこのゲバースファームはすごく広い、リンゴとサクランボを中心とした農場で、まあ、当時は2000何百ヘクタールあったんですけど、今はもう5000何百ヘクタールという、まあ、ものすごい勢いで面積を増やしていく
農場なんですけど、まあ、日本だったらまあ景色の中に果樹園があるっていう感じが多いと思うんですけど、まあ、そこはもう景色自体が果樹園って感じで、多い時には今は2000人以上のメキシカンとか、あとジャマイカも働くんですけど、そこに配属されて、まあ長年日本人研修生を受け入れてる農場なんで、まあ先輩もいてくださって、その農場の人もまあ日本人にはこういう感じで喋ればいいっていう、そういうまあ単語で喋ってくれたり、ゆっくり喋ってくれたりするんで、まあ会話はまあそこまで困らなかったイメージですね。アメリカで、まあ、よく英語、まあ海外に挑戦すると英語とか困ると思うんですけど、まあ、僕もそこまでめちゃくちゃ喋れないんですけど、簡単な言葉しか喋れないんですけど、まあアメリカ行った時に話しかけられるのを待つんじゃなくて、こっちから話しかけるように自分の話題を先に構成していくようにしてたので、まあ、こっちから話しかければ自分の話題になっていくので、そうするとまあどういう返事があるかっていうのが予測できるので、相手から話しかけると相手の話題になっちゃうので、まあ、よくこっちから話しかける作戦でコミュニケーションを取ってましたね。まあこっちから話しかけられると相手も嬉しいですし、こっちの話題にもなるので会話しやすいと言いますか、まあ、アメリカ人は家族とかの会話が好きなので、まあ、そういう家族の会話したりですね、割と人生観とかどういうふうに考えて生きているかとかっていう、まあ、キリスト教の国なのでちゃんと皆さんしっかりした考えを持って生きているので、まあ、それ精神論よく聞いてましたね。まあ例えばまあ農業をやってる息子たちとかに、子供の頃から農業したいと思ってたのとか、親はやれって言ったのとか、そういういろんな質問したりとかですね、もちろんまあ仕事の話もいっぱいするんですけど、自分から話しかけられると、まあ、直樹はちゃんと自分の考えを持って生きてるんだなっていうのは分かるので、まあ、自分の立場もできてきますよね。その人がどういう会話をするかとかによって、まあ、性格とかすぐ分かるので、まあ何千ヘクタールも広い果樹園、もう岡山、まあ、日本だともう市町村規模の価値広さだと思うんですけど、一軒の農家がまあ家族経営なんですけど、会社で家族経営みたいな感じで、すごく広い大きな会社なんですけど家族で経営してるので、まあボストンの距離も近いですし、僕も、まあ、熊本にいる相棒の健太郎、今ホテルマンなんですけど、ホテル日光熊本に勤めてまして、彼はあの肉畜産専攻で牛肉部門で働いてたんですけど、カウボーイとして、僕はまあ果樹専攻で、健太郎とまあ一緒によく夜になったらボスの家を訪れて、コミュニケーション、バスケの試合、子供たちのバスケの試合を応援しに行ったりとか、コミュニケーションを取ってました。まあ、当時はインターネットもなかったので、まあ、電話でやり取りしたり、まあ、各車に無線がついてるんですよね。無線で仕事の連絡をし合ってましたね。ボスが怖い人だったんで、ボスが起きてくると一気にみんな緊張感走るっていう感じで
感じだったですね。まあやっぱデジカメとかもなかったんで、あんまり仕事中の写真そこまでたくさん撮れてないんですけど、まあ撮る雰囲気でもなかったですし、仕事中のはもうアメリカはむちゃくちゃ農場が広いんで、効率をすごく考えるんですよね。ちゃんと仕事、みんな例えば1人1秒ロスすると2000人いると2000秒のロスになるんで、まあそれが積み重なっていくので、まあ、1秒とか1セントとかそういうロスとかをすごく時間であったりのロスを考えるので、まあ、そういうのはすごく勉強になりましたね。仕事中はむちゃくちゃもうみんな真剣ですし、まあ、家に帰るとふわっとリラックスするので、まあ、そういうオンオフオンオフを勉強になってなりましたね。ボスも仕事場に自分の子供連れてきたりしてたので、ああなんかこういう慶応学というか、こういう現場を子供の時から見せるのもいいなとか、そういう生きていく上での勉強もたくさんできたので、まあ今ではインターネットがあって世界中の情報が入ってきますけども、まあ、現場に行くとやっぱりその頭の中の情報だけじゃなくて、まあ、体にとか血に情報が染み付くみたいな感じがあるので、まあ、僕も、まあ、今現在は岡山県の海外農業研修の OB の副会長させてもらってるので、まあ、大学に訪れて説明会をしたりしてますね。まあ、今年はちょっとなかなかできないんですけど、やっぱり5000ヘクタールとか、まあ、広い農場で働いたっていうのは自分にとってはすごい誇りで、まあ、今海外のお客さんも多いので、まあ、もしあの時アメリカ行ってなかったらどうなるんだろうっていう思うことはよくありますね。まあ、あと日本中に研修仲間ができて、彼らがやっぱりすごく活躍するので、アメリカ行ったから活躍してるの、これだけたくさん結果星から枝が出てると早めに、本来ならもっと早めに落としてあげた方がいいです。まあ、花切りとかも、まあ、こうやって花が咲けば、ね、花切りしやすいのはしやすいですけど、早めのタイミングで花切りなどしてあげた方がいいですね。まあ、どうしてももう石原果樹園も栽培面積がまあまああるので、このタイミングにこれをやろうっていうのはピシッとピシッとはできないんですけど、
ブドウはまあ枝が多いと房も多いですし、収量は取れるんですけど、まあ味がもちろん房が多いと薄まったり、品質は全体的に下がるので、まあ、その欲との戦いですよね。まあどんな果物でもそうだと思うんですけど、まあ野菜でもそうだと思うんですけど、やっぱり密植して植えると質が下がりますし、バランスが大切なのかなと思います。僕もまあたくさんの岡山県の先輩の農家さんをいろいろあちこち見させていただいて、まあ、そんなすぐには真似できないんですけど、皆さんいいブドウを作られる方は環境がいいですね。ハウスであったり、まあ斜面じゃなくて平地で作られていたり、環境を整備していいブドウとか仕事がしやすいようにするというのをすごく気にしてらっしゃると思います。まあ、あちこちに果樹園が点在しているとどうしても管理しにくくなるので、まあ一箇所に家の近くに密集してあったりとかですね、山であっても切り開いて平地で、まあ、足場が平らな方が仕事もしやすいですし、仕事するタイミングも、まあ、忙しくはなりますけど同じタイミングでできるので、まあ、プロの農家さん本当のいいブドウとかいい作物っていうのは、その同じいいものをどれだけ作れるかって言われますね。良かったり悪かったり商品によってその波があるのではなくて、いい商品がずらっと並ぶ状態ですね。どの房も同じようないい状態であるのが、まあ本当のプロの農家さんかなと思います。まあ、言うのは簡単ですけど、実際やるのはやっぱりすごい考え方なり農作業なり大変なので、おはようございます。
え？ああ全然。上に加藤くんがいるんで、上に加藤くんがいるんで、まあハサミ以外は上にあると思うんで。ちょっと誘引最初覚えるの難しいけど。ちょっと最初も覚えるの難しいと思うけど、ニッコさんなら大丈夫です。ちょっと年始って言って、この第二関節からとか元からこうグッとパキッパキッと言わせて、あの曲がってたらそれをまっすぐ誘引できるように、思いっきりそのまま垂らすとここに負荷がかかるから、年始してパキッパキッと言わせて、あの誘引線にできるだけまっすぐ90度でこう向かって、でまあ葉っぱこう斜めにやっちゃうと葉っぱが絡むんで、まあ、どっちの枝を残すかとか、できるだけ誘引しやすい方とか、まあ、それも房がついてる方をもちろん残したいんでとか、まあ、加藤君が教えてくれると思うんで、まあいや、まあ、しょうがなくしにこっち残すっていう場合もあるし、ちょっとパズルみたいだけど。はい、お願いします。はい、お願いします。ニッコさんはアメリカ農業研修後輩でもあって、たまたま僕が求人してる時に応募してくれて、後輩じゃんみたいな感じで手伝ってくれてますけど、まあ、僕がアメリカから日本に帰ってきた時は、まあ、周りに仲間もいなかった、少なかったですし、農業やってる同じ世代の子が近くにあまりいなかったので、まあ、ずっと続けていくにつれて仲間が、後輩アメリカ研修の後輩だったり地元の仲間だったり、仲間が増えていったので、みんなで頑張って刺激し合ってありがたいですよね。農業ってこう一人でできないんで、まあ直接的でも間接的でもいろんな人のお世話になるんで、やっぱりいたわりの気持ちが大切というか、あ、もうまだまだ僕も足りないとこ多いんですけど、やっぱり言葉とか言葉の使い方とかが雑になるとなんか良くないんで、こっちはもう働きに来てもらってるんで感謝してますし、もうお互いにまあ感謝の気持ちが持てるように、やっぱ話し方とか大切かなと思います。まあ、考え方を変えていくんじゃなくて、まあ、話し方を変えていけば考え方も変わっていくんで、まあ、そういうのもいろんな人と出会って学ばせてもらいましたね。いい人は必ずいい喋り方をするので、やっぱり言葉、まあ、人に話すのもそうですけど、その言葉を一番最初に聞くのは自分なので、悪いことを喋ってると自分の中に毒が入ってくるので、そこも気をつけてやらないといけないですね。まあ、農業ってやっぱり栽培ができればいいわけじゃなくて、まあ、僕の場合は特にお客様とか人と接してるので、話し方を気にするようにはしてますね。あまりカッチリカッチリしすぎても向こうに緊張感も与えますし、なのでまあネット上でもまあいろんな質問とか
話しかけてきてくださる人いるんですけど、まあちょっと話し方が悪い人は、年上だろうが年下だろうが、人に合わせて僕も対応しちゃいますね。いい仲間で周りにいてほしいっていう気持ちが強いので、人を選んで付き合ういますね。結構考えちゃうんで、いろいろと考えたくないんですよね。仕事以外のことであまりこうああだこうだ考えたくないというか、まあ穏やかにフラットにできるだけ仕事していきたいので、リフ悪いやつだ、ダメでしょいつもは僕は一緒に果樹園で働いてるんですけど、リーフも今日はちょっとここで仕事してるんで、マメ科研修行って、まあ、良かったなと思うところもいっぱいあって、やっぱいろんな人と出会うことができたですね。まあ、職業が違っても精神的にはすごく勉強になるので、まあ、日本で活躍してる僕の仲間であったり、もうアメリカ研修挑戦した仲間も異能家の子も多いですし、でも彼らはあちこち就職したりとかいろんな現場で活躍しているのを見ると、すごくまあ職業関係なしにこう、まあ日本に貢献してるなとか、まあ海外で活躍してる人もいらっしゃるので、まあ世界に貢献してるなとか思えるので、まあゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークは皆さんやっぱ自粛で、まあ今少しずつ自粛ムードが収まってきてますので、まあ石原果樹園今年7月18日にオープンするんですけど、今から2ヶ月後ぐらいですね、
なので、まあ、その時にはもっと今よりも普通に戻って、もちろん話題、この話題も少なくなってきてると思うんで、まあうちでしっかりブドウ育てて、いい思い出がゴールデンウィークとか作れなかったので、石原果樹園で新しいいい思い出を作ってもらえたらなぁと思っています。僕はあんまりこう写真でとか映像であんまり前に出るのは、言葉では前に出るんですけど、自分がガンガン前に出るのは好きじゃなくて、やっぱり石原果樹園とか石原直樹がガンガン前に出すぎちゃうと、それまあ自分っていう考え方になっちゃうので、そうすると何かミスした時とかに反省しなくなると思うんですよね。あまり、まあ自分はいますけど、いるけどいないみたいな、そういう状態にも持っていきたいなと思って。これ不作イムシがやってます、いますね。ここ切ります。農業はもう本当栽培、いや、いろんなことを、まあ、会計だったりいろんなことを考えていかないといけないんで、まあ、特にうちみたいに接客もしてるとカスタマーサービスとかも考えないといけないですし、まあでもなんか人間大変とか忙しいとかってイコール嫌なこととかダメなことみたいなイメージはありますけど、ちょっとやっぱりプレッシャーとかを感じながら生きないと成長できないので、ちょっと忙しいし大変だなとか、まあ農家の人たまに言いますけど、忙しいかすごい忙しいかっていう状況ですよね。まあ幸い的にはこの4月から7月ですね、春から夏にかけてが果樹は子供が生まれて成長する時期ですので、幸い的にはそこが忙しいんですけど、まあだからこそこう、こっちも頑張らないといけないというか、そういうふうに思えるのは、やらざるを得ない状況になるっていうのは、成長できるので、自分たちもいいかなと思ってます。
お客さんと接してると、まあ例えばまあ時代によって人の味覚や好みとか、もう時代によって変わっていくのがよくわかるんですよね。和歌山だとずっともうブドウの王様がシャインマスカットではなくてマスカットバルキサンドリアが長年何十年も王だったんですけど、どんどんシャインマスカットに変わっていって、風味とかはマスカットバルキサンドリアがやっぱ種ありブドウなので風味が強いんですけど、まあ、実際美味しいですし、でもシャインマスカットは種がなくて食べやすくて皮ごと食べれて甘みがある、まあ、アレキにマスカットバルキサンドリアに比べて風味は少ないんですけど、食べやすさが勝っちゃうんですよね。やっぱりそういう時代に応じて、時代の流れで人の思考も変わっていくので、お客さんと接してるとそういう流れを早めにつかめるのがいいかなと思います。まあ頑張って栽培するという職人的な気質も必要ですし、時代に応じて自分の考え方を変えていくという、まあ、流動的なところも必要になってくるので、あまり自分を強く持ちすぎると、こだわりが強すぎると変化に対応できなくなるので、こっちが、まあ、僕も冬になったら、まあ、今年も去年はフィリピンに視察に行きましたし、その前はまあ香港とか何回も行って、香港の果物の現場とか果物販売の現場とか、まあ、今年はタイに行きましたし、まあ、東南アジアに行ったりして、研修が終わったのが1997年なので、今から23年じゃないわ、23年ですね、前ですけど、研修が終わった後も5回アメリカに行ってるので、まあ、どんどんとアメリカの農業界とか職員の現場を変わってるのを見てるので、まあ、情報だけはね、とりあえず入れとかないと、自分がやろうかやるかやらないか別にして、そう考えたり情報は入れておかないと、やっぱり同じ声ずっと農業してると頭が固くなっちゃうので、やっぱり農業もどんどん進化変化していくので、視野を広く持っておきたいですね。まあ、アメリカ研修に挑戦して帰ってきて、 JEC 国際農業者交流協会の職員さんとも仲良くさせていただいているので、皆さんが割と海外にヨーロッパとかアジアもあちこち行かれるんで、いろんな海外の農業事情を皆さんから話聞くのすごい楽しいですね。ヨーロッパとかはもちろん機械化された無駄なことしないんでね、ヨーロッパの人とか、まあ、アメリカもそうですけど、その無駄なことを極力避けるロスを少なくしたり、アメリカの果樹の現場でもリンゴを狭い面積で効率よく栽培出荷して、まあ仕立て方はもう昔からどんどん変わってるんで、
まあ、自分のところに使うか使わないか別にしてですね、考え方は持っておかないといけないですね。 Facebook とかインスタとかもアメリカの先進的なところのフォローしたりしてるので、まあ、僕も YouTube で動画とか、まあ、ホームページとか Facebook とかで情報アップさせていただいてるんで、まあ、知らぬ間にいろんな日本の農家さんと会ったことないですけど、あの仲間がいらっしゃってくださるので、その辺りが面白いですよね。やっぱり情報発信すると情報が集まりやすいっていうのがあるので、サクイムシが虫とかもやっぱり味をよく分かってるというか、生まれ葉っぱも若い緑の黄緑の緑の濃い硬いやつじゃなくて、若い副梢とかにさばって枝の先の方で美味しいブドウの葉っぱ食べたりしますよね。よく味が分かってるなと。今年のやっぱりあのこの騒動で、そういう例えば戦争だったり震災だったり、何かこう国難的な大きなトラブルというか出来事があると、常に農業っていうのは食べ物を供給するので注目されるんですよね。僕は昔、まあ、今は亡くなってるんですが、おじいちゃんおばあちゃんがいた時はよく戦争の話を聞いて、戦中戦後はお米をもらい、お米とか果物を町の人がもらいに朝起きたら家の前に行列があったとかっていうのとか、魚屋さんの干物とお米を交換したりとか、そういういろいろと昔の話を聞くのが好きで、子供の頃はよくそういう話聞いてましたね。まあ、今回今年のことももちろん
ない方がいいのはいいんですけど、あったらあったで、まあ、時間への将来への備えにはなると思うので、いいとは言わないですけど、よくなるように考えていかないといけないですね。アメリカ研修の時の僕のボスがまあすごい人で、大学今八村塁がまあ NBA で活躍してますけど、八村が行ったゴンザガ大学出身でして、大学の野球の記録とかもまだ持っている、まあ伝説的な人なんですけど、僕のアメリカのボスはまあ大学卒業してメジャーリーグに、まあ、大学の時ですかね、スカウトされたんですよね。ドラフトにかかったんですけど、あまりにアメリカが自分の農場が広すぎるんで、スカウトされてもメジャーに行かなかったんですよね。で、まあ僕は研修中に自分の子供たちとかを仕事の後、高校、地元の小さな田舎の高校でまあ、野球もアメフトもバスケもすごい人だったんで、バスケのコーチをずっとやってたんですよね。やっぱバスケットボールはやっぱ室内なので、こうどこでも、アメリカ中どこでも体育館の中で練習できるんで、まあ、特に寒い、彼は寒い、どっか行った街はアメリカでも一番、ワシントン州なので北の方なのでバスケが盛んで、僕たちがいた時はすごく弱かったですけど、まあ、僕のボスとかがコーチしたりして、その後ワシントン州のチャンピオンになったんですよね。すごい弱かったですけど、やっぱり田舎で農業をし、すごい田舎なんですけど、今はもう5000何百ヘクタールも広いですし、バスケ、高校はバスケのチャンピオンになって、昔はすごく弱かったですけど、やっぱりどんな田舎でもこう情熱を持って諦めずに続けていけば必ず報われる。今はもう世界的なリンゴのとかサクランボの企業なので、そういうのを目の前で見させてもらっていって、まあ日本人の人はまあ大変だとか辛いとかっていう、まあ弱音を吐くのが割と好きなんですけど、まあそれはあまり何も意味がないというか、それよりも前向きな言葉で自分をプッシュした方が
いいので、アメリカはその辺がやっぱりキリスト教文化がしっかりしてるので、6割確か 60% の人がキリスト教で、愛とか家族とか、まあ皆さん言葉が前向きなんですよね。まあ、そういうのを勉強させてもらったっていうのは大きいですね。もう別に僕もキリスト教なわけじゃないんですけど、やっぱりそれ彼らの考え方とか人生観とかを学べたのがでかかったですね。子供たちもすごくアメリカは大切にされていて、まあ、学校の近くとか車はと子供たちの登校時間はむちゃくちゃゆっくり走らないといけないとか、学校の周りだとあったり、スクールバスは絶対追い抜いちゃいけないとか、子供たちを大切にするとか、女性を大切にするとか、年寄りとか障害ある方を大切にするっていうのはもうすごいので、アメリカはその辺がはっきりしてますね。まあそういう元気な男の人を大切にするんじゃなくて、障害者、それちょっと弱い立場の方を大切にするっていうのをすごく大切にされて、まあ、僕たちそういう元気な男はそれをちゃんとすることによってみんなから大切にされるっていういい循環がありますよね。アメリカの農業界とかは、まあ、メキシコ人は、アメリカ人はまあ外で農作業をする人じゃなくて、どっちかというと教える立場の経営の立場なんですけど、現場で仕事するのはメキシカンが多いんで、僕たち農業研修生もスペイン語を使ってメキシコ人と一緒に仕事するっていうのをよくやるんですけど、まあ、彼らとも仲良く仕事したり、すごくまあ明るくてニコニコ穏やニコニコキャッキャしてるんですけど、仕事になるとすごい真剣でプライドが高くて、僕が仕事行ってる最中だったかに、こう車の中でみんなと一緒にいるときに、バンの中にみんなと一緒にいるときにあくびしてたんですよね。なんでお前はあくびするんだって言って、だ眠いからって言ってたら、男は眠くねえみたいな感じでメキシコ人が言って、ああなるほどと思って、その辺のプライドとかも強いですよね、メキシコ人であることとか国へのプライドも強いので、以外アメリカにで2年間仕事させてもらったんですけど、まあ、あの2年間すごく強烈で、まあ、それからの自分の人生を支えてくれますし、まあ、あれに挑戦したからこそ、まあ、次に行きたいとかっていう日本人の後輩とかもサポートできるので、まあ、今までも何人も地で働いてくれて、その後農場にアメリカに挑戦した子は何人もいるので、まあそういうのはアメリカに、で僕は実際研修中にはもう想像もつかないんで、まあ挑戦してみれば、挑戦すればするほどこう、まあ、挑戦イコールまあ人といろんな人と出会えるので、人間関係が広がっていくので、まあ、どんなことにしろ
やっぱ人間関係は、まあ、年取ってから広がるよりはできるだけ早く若いうちに広げた方がいいので、さらにそこからまた広がっていくので、若い子で挑戦するのを怖がってる子とかには、まあ、いろんなアドバイスができますね。まあ、アメリカ研修行かずに日本で農業している人もたくさん、もちろん若い後輩の中でも行きたいけど行かない子も多いですし、まあそれはその子のチョイスなので、ただまあ研修とかがあるっていうことを知らずに過ごすのではなくて、まあ知ってて行かないのはいいんですけど、知らずに育っていけばよかったな、もったいないと思うんで、僕たちも岡山の、まあ、岡山農大だったり県北に中四国酪農大学校があるんですけど、あと岡山大学農学部ですね、そこでまあ説明会をさせていただいたりしてます。まあ、どういう海外農業研修はどういうものかっていうのは、まあ YouTube に説明の動画があったりするので、またリンク貼っときます。まあ僕のちょっと動画とかも出たりして、僕の紹介とかもあったりして恥ずかしいんですけど、まあ、先輩後輩日本中に1万5000人ぐらいいて、まあ、熊本県知事の樺島さんも先輩ですし、まあ、皆さん農業界でいろんな賞を取られたりしてて活躍されてますね。海外に行けば、あとやっぱり日本のこともよく見えるんですよね。岡山県がどういう県でとか、どういうところが恵まれていてとか、日本と農業の、日本と海外農業の違いとか、すごくまあ客観的に、俯瞰的に見えるので。その中でどうやって生きていくかっていうですね。まあね、アメリカとかはこういわゆる市場だったり農協とかがないので、皆さん自分で自分の農作物を、まあ、例えばファーマーズマーケットだったり企業と直接取引してやっていくので、まあそれが当たり前なんですよね。日本は農協があったり市場があったりして、売るのを人に任せるっていうことが多いんですけど、まあそれはそれで栽培に集中できますし、その代わり手数料を取られるんですよね。まあ石原家人はブドウは自分で売ってますし、梨はの市場を通して
天満屋さんとかハッピータウンさんとかに売っていただいたり、他の直売所に持っていくので、両方の一面を見てますね。両方の面を見てますね。一番上のピオーネの地塀を確認してください。今木の花切りの途中ですよね。桃太郎の井戸の周りの桃太郎さっき終わらして、それから藪に行ってください。ちょっと加藤君に見てもらおう。加藤君、一番上ピオーネ地塀やったらいいのがあるから見てみて。井戸の周りでの花切りが残ってるんでしょうね。それを先にやってください。はい、了解です岸本さん、ヤブの社員も見てくれたかな。ヤブと井戸はもう全体的に確認しました。わかりました、ありがとう。石原梶山ローカルルールじゃないですけど、ヤグとか井戸とかそういう昔からの A とか B とか1とか2とかじゃなくて、昔からの園地の呼び方がありますね。わかりました。いっこさんじゃないわ、岸本さんと三田さんに2人で一番上のピオーネ見に行ってください。一発で和美さんと森本さんは下で花切りしてもらったら。やっぱりもう4人で上がっていってください。もう4人でバーッと先に確認してからやりましょう。
みたいな感じで無線でやり取りしています。まあ昔僕もアメリカで研修してたので無線でみんなでやり取りしてたので、まあ、それもヒントでなってますけど、まあ携帯でやり取りするよりこっちの方がレスポンスが早いので、みんなで確認上位意識共有できるので、ちょっとここ不作イムシが多いよ。不作イムシがちょいちょいおるんだけど、
岸本さん、それで上のねピオーネ一回見て終わったら、あの一列だけピオーネ花切りが残ってるとかあると思うんで、そこを花切りして終わらせたら下に行ってください。それで加藤くんとみっこさんが枝管理してくれてるんで、で桃太郎と社員が枝管理終わったら今度前処理またしてもらうと思います。はい、了解です。海外研修については、まあ、農家の種さんでもあのポッドキャストでカイトさんが出演されて説明されている回があるので、まあ、ぜひ聞いていただいて、その周りの、まあ、海外農業研修に参加できる年代が19歳から29歳ですかね、独身の男女なので、もし、ま、周りにそういう興味がある、ありそうな人がいたらおすすめしてもらいたいと思います。していただけたらと思います。まあ、海外に今だとアメリカ研修1年半なんですけど、まあ、大学カリフォルニアで大学を過ごす期間もありますし、まあ、最後は1週間ぐらいですかね、まあ、自分でプラン立ててアメリカ国内旅行できたりするしますし、まあ、すごくなんですかね、充実した、英語で言うととてもユニークな研修なので、日本は島国ですので直接外国と接してないので、やっぱり考えがその主観的な考えを持つのはちょっと難しくなってくるので、例えば中国に行くと、まあ、日本だったら
1000万人の東京がありますけど、中国に行けば1000万人の都市あちこちにあって2000万規模だったりもするんで、アメリカもカリフォルニア州だけで日本と同じぐらいの面積で、まあ、僕たちが長くいたワシントン州でさえ日本の国土の半分ぐらいあるので、まあやっぱりいくらまあそういうの動画とかネットで見ても、要は本読むのとような感じで知識にはなりますけど自分の経験にはならないので、やっぱりその場でプレッシャーを感じながら仕事するのがいいですよね。